今日はですね、8月末にマリアから発売されたボア SS170 を紹介します。はい、皆さんこんにちは、ゴーイスブのマサです。今日はですね、先日マリアから発売されたボア SS170 の紹介をしていきたいと思います。でまずはじめにですね、ボアのサイズ感を紹介していきたいと思います。これが実際のボア SS170 なんですけど、全長が17センチですね。で、重さがフックなしで 60g で、リングとフックをつけたサイズになるとだいたい 70g を、想定しているというサイズになっています。で、推奨のですねフックなんですけど、トリプルフックだと太軸のニースラー0で、シングルだと3から5グラムのシングルフックが推奨サイズとなっています。で、このボアを投げるですね適正タックルなんですけど、10フィート前後のキャスティングロッドで 100g まで投げれるロッドだと、推奨適正なロッドとなっているようです。でリールなんですけど、シマノだと6000番から1万4000番、ダイバだとだいたい4000番から、5500番のリールサイズになっています。で、推奨の PE なんですけど、3号から6号というサイズが推奨になっていますが、今回このボア SS170 なんですけど P4 号タックル対応というような形でリリースがされているので、適正値は4号ぐらいなのかなっていう感じがしています。はい、で今回ですねこのボアなんですけど、発売されているのが全部で8種類あってですね、自分が購入したのはこのブルペンイワシとこのピンクイワシの2種類を購入してみました。それではですね、次実際にこのボアと他のマリアのルアーのサイズ感をですねちょっと比較していきたいと思っています。はい、ですね、それではちょっと実際にですねこのボアのサイズ感を見ていきたいと思います。今回発売した SS170 のサイズ感になっています。前回発売された SS195 と比較するとだいたいこんな感じですかね。こんな感じですね。上が195、19.5 センチ。で、この下がですね、170っていうサイズですかね。はい、厚みなんですけど、当然こっちの170の方が薄いですけど、これちっちゃくしたからこの薄さなのか、195からちょっと軽くスリムにしてるのかっていう感じはわかんないですけど、当然170の方がスリムですね。はい、これ上から見るとこんな感じと、こんな感じですかね。すごいスリムな細身のやつですね、ミノになってます。はい、それではですね、次は、フックの選定をちょっとしていきたいと思います。これ、まだピュアなボア SS170 ですね。で、測りで 59g、約60ですね。この測り、はい、60になりました。これ 60g、はい、楕円リングの7番ですね、これを、はい、61g と。その前に、推奨の、フックサイズなんですけど ST66 ですね、でいうとニースラ0は約 4.6g になるんですね。この間買ったですね、バンフックの、鋼 CT78 ニースラ0っていう、フックをちょっとこの間購入してたので、ちょっとこれをですね、ちょっと今回つけていこうかなと思っています。ちょっとフックだけで測ってみましょうか。2個で、2個で 9g なんで、だいたい 4.5。で、楕円リングの7番を2個乗せて 10g だし。でこのボアを乗せると、はい、ぴったしの 70g ですね。素晴らしいですね。なのでこれで多分推奨値が取れてると思います。で、つけた時のイメージはこんな感じかな。見た目も良さそうですね。はい、なのでこれでつけていくっていう感じが1パターン目ですね。トリプルフックをつけた場合
じゃあちょっとシングルいってみましょうか。シングルなんですけど、今自分が持ってるのがまずこの、シャウトのシングルクダコですね。4スラ0、5スラ0で、この間買ったこのバンフックのキャスティングスペシャル PL79 っていう、フックですね。まあ、4スラ0、5スラ0、6スラ0と3種類あるんで、ちょっとそれを見ていきましょうか。多分ね、4スラ0はちょっとちっちゃいすぎるんで、多分ちょっと抜かします。はい、まず最初にですね、バンフック PL79 5スラ0、もう記載がありました。測るまで 2.3g なので、これちょっとこれだと多分ちっちゃいんですよね。はい、このバンフック PL79 で、5スラ0だとこんな見た目になりますね。まあ、ちょっとこのぶら下げるからこんな感じかな。はい、まあ見た目これはこれで悪くないですけどね。もう1個 2.3g なんでちょっと軽いんですよね、きっとね。と 6スラ0の方がいいのかな。 PL79 6スラ0だと、重さが 3.57、こっちの方がしっくりきますね、やっぱね。はい、これで 3.57 だっけ、なので、まあ 68g、 まあ 2g 少ないけど、まあまあこんな、まあこれも適正範囲じゃないですかね。なので、バンフックの PL79 だったら多分6スラ0が良いんじゃなかろうかと思います。じゃあちょっと次はですね、シャウト行ってみましょうか。シャウトのシングルクダコ4スラ0で、重量が 3.3g、 5スラ0だと 4.4g。 これが、シャウトのシングルクダコ5スラ0ですね。実際このバンフックのと比べるとほぼ同じかな。いや、バンフックの方がちょっとちっちゃいのかな。一回り気持ちちっちゃいね、バンフックの方が。で、これ5スラ0ね、多分重さ的はね、多分ちょうどいいんですよ、きっと。ぴったし70になるんじゃないかな。ちょっとずらして 70g ということで、まあ大体これでも適正ですね。ただちょっとね、やっぱり見た目がでかいね。まあこれちょっとね、実際つけて投げてみないとわからないけど、パッと見はこのバンフックの方がサイズ的には合ってそうな気がする。シングルクダコね、4スラ0だとこんな感じ。うん、見た目はやっぱね、4スラ0が良さそうだね。シャウトで言うと 68g、 だから重さ的にはバンフックの PL79 の、5スラ0と同じぐらいの重さになるのかな。見た目的にはシングルクダコの4スラ0、もしくはバンフックの PL79 の5スラ0が見た目的にはいいですね。ただ動き的にはどうかは分かりませんので、これはまた実際実調でですね、やってみたいと思います。はい、で最後のパターンとして、まあ前にシングルつけるで、後ろにトリプルつけるっていうパターンもありますよね。リングをつけて 68g と。じゃあ次は、実調行ってみましょう。はい、今釣り場に来て、これから実際に実調ですね。このボアの SS170 投げて、各フックのですね、泳ぎの感じをですね、確認していきたいと思います。今日使うタックルがゼナックアキュラ 100HH ですね。15ソルティガの4500番、 H2、P45 ショックリーダーナイロン120ポンド。まず最初、このバンフックのですね、 CT78 2スラ0両方トリプルフックですね、から行ってみたいと思います。
行ってきます。はい、まずはじめにですね、普通のただ巻きで、泳ぎの感じを見ていきたいと思います。今トリプルフック両方2スラ0つけてる感じで、綺麗にまっすぐ泳いでるんで、これの設定は悪くないですね。しっかり泳いでます。はい、じゃあ次ジャークを取り混ぜて行ってみましょう。やっぱりあれですね、トリプルフック両方だとあまりジャークの幅は広くないですね。ジャークスルーはジャークするんですけど、あんまりその横への振りの幅があんまり大きくない感じがしてます。こんだけラインスラックを出せば横にスライドしてますね。ただあんまりそこほど大きい振り幅じゃないですね。チェースしてきてる。今トリプルフック、両方前後つけてる感じでやってみたんですけど、まっすぐ綺麗にですね、このサイズ2スラ0で、綺麗に泳いでいくことを確認しました。で、横のジャークの振り幅もさほど大きいわけじゃないんですけど、まあ、ちゃんとこうやって横に振ってる感じが出てましたね。なのでこのバンフック、CT78 の2スラ0は、まあ、合ってるフックだと思いますね。じゃあちょっとこれから、シングルに変えていきたいと思います。はい、じゃあ今ですね、新しくフック付け替えて、後ろがバンフックの CT78 トレブルの2スラ0で、フロントが、シャウトシングルクダコですねの、4スラ0のフックセッティングでいってみたいと思います。ちょっとあんまりいい動きしてないですね。悪くはないけど良くはないっていう感じですかね。まあちょっと75点な動きでした。じゃあちょっと次ですね、フロントを、5スラ0に変えてみたいと思います。はい、じゃあ次は前を、後ろは同じで、フロントをシャウトのシングルクダコ5スラ0でいきます。まっすぐ泳いでいる。まっすぐ泳いでる感じはちゃんとしてますね。なので、バランス的には大丈夫そうです。じゃあちょっとジャーク入れて、どう動くか見てみましょう。さっきのフロントの4スラ0より動きがいい。やっぱりなんか5スラ0の方がバランスいいですね。見た目的には4スラ0の方が良かったんですけど、動き的には前フロントを5スラ0にした方がバランスが良い感じがします。泳ぎがしっかりしてる。はい、今ですね、フロントを今度バンフック PL79 の5スラ0に変えてみました。かなりサイズのちっちゃいフックになりますね。はい、じゃあちょっとこれでいってみましょう。
はい、今ですね、フロント板フック PL79、ゴースラゼロに変えてみました。ちょっとあんまりこれはいいバランスのセッティングではないみたいですね。ジャークさせた時の横の振り幅はいいんですけど、それ以外の普通の動きがちょっとあんまり綺麗にまっすぐ泳いでると言い切れない動きでした。はい、今度はですね、シングル、フロント仕様で、バンフック PL79 6スラ0で行ってみたいと思います。はい、今バンフックの PL79 6スラ0を試したんですけど、5スラ0よりは悪くはないですけど、なんかやっぱりさっきのシャウトの方が合ってる感じがしますね。まあ、ただ悪いセッティングではないと思いますけど、ベストなセッティングではないっていう言い方ですかね。じゃあちょっと次、この後ろのトレブルを外して両方シングルでいってみたいと思います。はい、次はですね、両方シングル設定です。これはですね、 PL バンフック PL79 ロックスラ0を前後につけてる設定ですね。両方バンフックの PL79 ロックスラ0をつけた感じだと、ちょっとまっすぐ泳がしにさせにくい、あんまり綺麗にまっすぐ泳がないですね。泳いでるときは泳いでますけど、なんか飛び出すことも多くて、で、ジャークを入れた感じは、ジャークが決まれば横幅への振りが結構綺麗に大きく振るんですけど、ただちょっと全体的に見て、ちょっと使いにくいですね、この設定だと。多分ちょっとこれより軽くなるゴースラゼロもちょっと同じじゃないかなというふうに思ってますけど、ちょっとこれでゴースラゼロに変えてみます。バンフックの PL79、前後をゴースラゼロに変えた設定は良くないですね。まっすぐ泳がないで、ジャーク入れてもやっぱり綺麗に、基本的にまっすぐ泳がないんで、ジャーク入れた時に綺麗に泳いでない姿勢が多いんで、それのせいでちょっと飛び出ちゃったりとかするんで、ちょっとこのセッティングは良くないですね。次はですね、シャウトのシングルクダコゴースラゼロを前後に、つけたセッティングでいきます。はい、シャウトの、ゴースラゼロ前後仕様ですね。直線の泳ぎは78点な感じですかね。ベストな設定ではないです。で、ジャークを入れようとして、ジャークが決まれば綺麗にジャークするんですけど、ただこのやっぱりフックが大きくなってるということと、あとこのリングの何ですかね、合いっていうか、この長さが長くなってるんで、こうやってえびることが増えます。今ちょっと数頭だけテストして2回もえびったんで、この設定にわざわざしてちょっと使うかなっていうのはちょっとわからないですね。はい、はい、最後ですね、シャウトシングルクダコ4スラ0の前後セットでいきます。はい、じゃあまずまっすぐ泳ぐかのスイムテストからいきましょう。シングルフック前後セットアップで一番泳ぎがいいですね。普通の泳ぎの一番しっかり泳いでる。ジャークの動きも結構いいですよ。はい、
今シャウトシングルクダコ4スラ0前後かなりいいですね。このセッティング今シングル4つ試して一番良かったと思います。フックのサイズもそんな大きくないんで、このこうやってエビることが少ないですね。でしっかり今まっすぐ泳いだし、でジャークを入れて跳ねさせる感じの動きも悪くなかったです。シングルフック4つ今試して、一番バランスが良かったのはですね、シャウトシングルクダコ4スラ0の前後ですね。はい、今日のテストをまとめるとですね、今日使ったフックの中では両方シングルを使うのであれば、シャウトの、シングルクダコ4スラ0をこの両方につけることによってまっすぐ泳ぐで、ジャークを入れた時も、きれいに決まるで、プラス早巻きもいけるっていうような結果になっていました。で、トリプルフックを使うのであれば、バンフックであれば、まあ、今日使った CT78 の2スラ0で、多分あのカルティバでいうと ST66 の、2スラ0でしたっけ、水晶が裂かれてると思うんですけど、そのフックが、バランスがいいと思います。まっすぐ泳ぐで、ジャークもあのキレッキレではないと思いますけど、ほどほどに決まるっていう感じですかね。で、もう少しジャークの幅を広げたいのであれば、後ろをトリプルつけて前をシングルに変えるっていう構成で、その場合は今日テストした中ではシャウトの、シングルクダコ5スラ0が、バランスの合ってる設定になっていました。はい、これでですね、ボア SS170 のフックのテストを終わります。じゃあまた部屋の方に戻したいと思います。では、はい、いかがだったでしょうか。これでですね、ボア SS170 の紹介動画を終わりにしたいと思います。ゴーイソブではですね、各種 SNS やっています。Twitter、Instagram、Facebook、あと LINE アットもやっていますので、お気軽にですね、登録の方お願いいたします。それとですね、まだチャンネル登録されてない方はですね、下のボタンから登録ボタンとグッドボタンを押していただけると非常に助かります。はい、それではですね、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。